こんにちは、相川です。日頃から発煙筒が好きな相川だと公言しているんですけど、レアな発煙筒を入手したのでご紹介したいと思います。もう20年前の発煙筒とか、これだと1985年ですね。これも結構かなり古いレアものなんですが、大幅に更新する発煙筒を入手しました。1968年2月。50年前の発煙筒です。非常にね、レアな発煙筒だと思います。4桁じゃないですよね。この時に作られてたの。もう2桁の表示になってますよね。すごいですね、本当に。珍しく、この発煙筒にね、トヨタのマークが入ってるんです。このね、トヨタのマークが入った発煙筒を初めて見ました。非常にレアだなぁと。形状はですね、他の、もうすでにね、今販売してるものとそっくりなんですけど、もう製造がね、半世紀前の、50年前のものになってますね。50年以上前ですね。いやー、これちょっとね、すごいです。本当にレアだと思います。という発煙筒なんですが、ちょっと開けてみたいと思います。初めて。あ、なんか嫌な音がしたな。あ、中身はかなりやっぱ古そうですね。ひびが入っちゃってますね。あ、特にね、火薬が落ちてたりすることはないみたいですが、火薬を巻いてるこの紙の部分がね、こうひびが入っちゃってる感じの。でもね、まだ使おうと思えば使えますね、これはね。で、ここに擦る部分があって、着火する部分も生きてそうですね。かなり古いですね、でも。はい。結構古さをやっぱり感じます。50年前の発煙筒なんでね。非常にレアな発煙筒を見つけたので、ご紹介してみました。大切に持っていたいと思います。で、まあ、なんで発煙筒が好きかというとね、人の命を守ってくれるものだからですね。本当に、もう、緊急の時にしか使えないんですけど、命を守ってくれると。トラブルが起きた時に、後続車に追突されないようにね、故障車がありますよとか、事故車がありますよっていう目印をね、後方車両にいち早く知らせてくれる。本当に命を守ってくれる、車のね、道具といいますか、発煙筒なので。で、バイクに乗る時も、持参してバイクに乗ってます。まあ、万が一の時とか、自分が事故した時とか、故障した時はもちろんなんですけど、他の方がね、事故してるのを見たり、故障してるのを見たらね、発煙筒を焚いて、後続車に追突されないように手助けしてあげたいなというふうに思ってます。そんな発煙筒を好きな相川なんですけど、今回は、非常にレアな発煙筒を手に入れましたという動画でした。それではね、皆さん日頃安全運転してると思いますけど、より一層にね、安全運転で楽しく行ってほしいと思います。ありがとう。